はい、こんにちは、116inzです。今日から MLB ではプレーオフが始まりましたが、残念ながら今年もその舞台にマリナーズはたどり着くことはできませんでした。今年もマリナーズではないチームがワールドチャンピオンとなる様子を見ることになります。2年連続でプレーオフに進むことができず、しかも85勝ということで、今年もあと1勝足りずにプレーオフに出られなかったと、まあなんというか、ここ11年間で何度も見てきた、もはや芸術的とも言えるマリナーズのこのギリギリでプレーオフに出られない芸がまたも更新されてしまったと。9月頭に一瞬借金生活に突入したことを考えますと、むしろよく85勝できたなとは思いますが、プレーオフに出られなければそんな追い上げにも何の意味もありません。しかもワイルドカードを獲得したロイヤルズが86勝、つまりマリナーズとの命運を分けたのは6月7日、マリナーズがそのロイヤルズ相手に4回表の時点で8対0とリードし、最終回も2点リードだったにもかかわらず大逆転負けを食らったあの試合だったのが、実にマリナーズらしい部分もありますし、大逆転でプレーオフ進出を勝ち取ったタイガース、あとは同地区のエンゼルスにひたすら負けまくったこともプレーオフを逃した理由と考えることだってできるでしょう。それ以前に6月中旬時点で当時地区2位だったアストロズに10ゲームもの差をつけ、今年は23年ぶりの地区優勝本当にあるんじゃないかとファンに期待させながらも、そこから優勝はおろかプレーオフにすら出られないというあまりにもひどい転落劇。なんでマリナーズばかりこんなことになっちゃうのか、なんでマリナーズファンにばかりこんなに修行を課すのか、負の歴史を多く抱えるマリナーズというチームのファンをやる以上、どうやったって苦しみから逃れることはできませんので、それは覚悟しないといけないとはいえ、これはひどい仕打ちですよ。今年は途中からずっと低空飛行で、9月の時点でプレーオフ進出がだいぶ遠のき、自分の中でも少なからず諦めの気持ちもあったことから、9月突入時点で地区首位に立ち、期待がだいぶ高まってからプレーオフにも出られなかった昨年と比べますと、今この瞬間におけるがっかりな気持ちですとか喪失感というものは幾分少ないですが、それでもシーズントータルでは特に6月中旬以降はきつかった思い出ばかりです。今年に関しては6月中旬から8月下旬の2ヶ月間、あまりにふざけた野球をしすぎたことがシーズンの行く末を大きく左右させてしまったよなと思わずにはいられません。6月18日の試合が終わった時点で、マリナーズは44勝31敗で貯金13、得失点差の割に勝っていたとはいえ、僅差のゲームを割としっかりものにできていましたし、何より先発陣が安定していましたので、そんなに大崩れすることはないんじゃないかと油断してしまいました。が、6月19日から8月21日までのマリナーズさん、20勝33敗、勝率に直して3割7分7厘、一応コンテンダーを名乗っているはずが、この2ヶ月間4割も勝てなかったと。先発陣は相変わらず素晴らしく、このありえないくらい弱かった2ヶ月間でさえも、実はファングラスタンスのウィンズ・オブ・リプレイスメントは MLB 全先発陣トップだったりもするんですが、そこで作ったプラスをもともとあまり良くはなかった打線とブルペンが完全にマイナスにしてしまったと。特に打線のひどさが目立ち、この2ヶ月間通算の OPS6 割5分4厘は MLB29位、下にはあのホワイトソックスしかいませんし、球場補正を加味した WRC プラスも95で、やはり MLB23位、 MLB で下から数えた方が早いことに変わりはなかったと。打線全体がとにかく苦しみ、ここに追い打ちをかけるかのごとく、フリオと JP クロフォードの怪我も重なってしまいましたので、トレードデッドラインでアロザレーナとジャスティン・ターナーを獲得、さらにビクター・ロブレスがスーパースターに化けるという出来事もありましたが、それでも全然足りませんでした。この2ヶ月にも及ぶ大スランプは、2016年からチームを率いてきたスコット・サービス監督の解任にもつながり、マリナーズはあっという間にチームとしてどん底に落ちたと。もちろんどんな強いチームであっても、長いシーズンの中でうまくいかない時期は当然あるものですが、やはり2ヶ月もこの調子だと、よっぽどそれまでに貯金を稼いでいない限りは厳しい結果しか余っていませんよね。しかし一方で、今季の最後の5週間は少し希望も見えた部分もありました。8月22日にダン・ウィルソンが新監督に就任し、同時に殿堂入りも果たした名バッターエドガー・マルティネスが暫定の打撃コーチとなりまして、ここから攻撃陣の調子が急激にアップしましたよね。8月23日以降のマリナーズの WRC プラス125は同期間 MLB 3位の好成績で、明らかに点を取ることに関して以前と比べたら困らなくなっていましたし、今季を通して悩まされた三振に関しても目に見えて減少。三振率 23.7% は MLB18位と、もちろん少なくはないですが、それまで他球団の追随を許さないレベルで三振しまくっていたマリナーズのことを考えれば、目覚ましい進歩を見せた5週間だったとは思います。昨年オフに三振を減らすというゴールを掲げ、痛みを伴う打線の改造に取り掛かったマリナーズですが、シーズン最後の最後でようやくやりたいことができるようになった、まあ遅すぎたんですが、そんな感じもありました。ヒットがいらない場面で犠牲フライをボンボコ上げて得点するマリナーズ打線を見て、ちょっと感動した部分もありましたもん。この攻撃面の変化について、クロフォードをはじめとして多くの選手がエドガーの貢献を称えていまして、非常にシンプルな彼のメッセージが大きな役割を果たしたのではともされています。
エドガーは来季フルタイムの打撃コーチにはならないようで、それはおそらく本人の希望によるものと思われますが、先日ディポトさんがメディアの取材に答えたところでは、引き続き来季も何らかの形でエドガーがチームに関われるようにしたい意向は示していましたので、そうなってくれることを願いたいです。投手陣、特に先発は来季も引き続きチームの強みとなるはずですから、あとは打線がこの5週間レベルとは言わずとも、これに近い水準の攻撃力をもっとコンスタントに見せてくれるんだったら、来季に向けていくらか希望が持てます。さて、そんな来季ですが、編成面はどうなるでしょうか。リポトさんはペイロールが増える見込みであることを話しており、またシアトルタイムズも複数のソースの情報として、マリナーズのジョン・スタントン会長がペイロールの増額を約束しているとは伝えています。昨年オフの動き方からして資金面の不安が大きく、下手したらコンオフにギルバートやカスティーヨといった先発陣の放出、さらには夏に獲得したばかりのアロザレーナの再トレードもあるのではないかと、シアトルタイムズのライアン・ディビッシュ記者が少し前に推測していましたが、一旦はその懸念は払拭され、リポトさんもその可能性を否定しています。先発陣の放出はプラン Z、 優先度がかなり低いとしていましたし、外野陣もフリロ、アロザレーナ、ロブレスでセットということも話していました。それらの可能性が低そうな点はひとまずほっとしましたね。がペイロールの増額をすなわち補強の余地があると捉えていいのか、これについてはかなり疑問符はつくと思うんですよね。マリナーズはそもそもとして現有戦力の年俸が上昇局面にこれから入り、具体的にはフリオの年俸が来期から800万ドルほど上がり、アロザレーナが調停3年目、キャリアイヤーを送ったギルバートが調停2年目、ローリーとカービーが調停に突入しますので、そこの上昇分でペイロールの増額分も結構食っちゃうだろうなと。なのでできることは多くはなく、野手陣ではポランコのオプションを破棄して、セカンドかサードのレギュラー格を最低1人、どちらかといえばサードを連れてきてコール・ヤングをセカンドに入れるとかありそうかなと思っていますし、あとはジャスティン・ターナーとの再契約を筆頭に単年契約のベテラン野手1人、ブルペンに1人か2人加えるみたいな具合が現実的かなと。コンオフの FA 市場ではフアン・ソト、アレックス・ブレグマン、ウィリー・アダメスあたりが野手の目玉となりそうですが、そういった FA の獲得はまあ分かってはいましたが、なさそうですかね。その予想をいい意味で裏切ってくれたらいいんですが、マリナーズに関してはまあそこは諦めるしかないかなと。この状況下でディポトさんがいかにクリエイティブに動けるかがコンオフの注目ポイントでしょうか。ということで、今年も悔しいシーズンに終わってしまったマリナーズ、来季こそはと思いたいですが、今のところ未来をものすごく明るく捉えるのは難しい状況です。多分この調子ですと今のマリナーズの天井はプレーオフ争いできるくらいのレベルかなと。突き抜けた存在にはおそらくこのままだとなれないかなと。来季はディポトさんにとって就任10年目のシーズンにもかかわらず、その間まだ1回しかプレーオフに進めておらず、かつこんなチーム状況なのはちょっと危機感持たないとやばいかもなと。私もガーバーやポランコの加入を喜んだ身ですから、全く偉そうなことは言えませんが、そろそろ補強をまともに当てないと、まあなかなかやばいですよね。ものすごく悲観的に考えるんだったら、来季アスレチックスに抜かれる展開も全くありえないとは言えないくらいです。もし来季も補強をまともに当てることができず、マリナーズもまたプレーオフ行けないなんてことになったら、多分リポトさんさよならバイバイでしょうから、今年の冬は本当に頑張ってもらいたいなと思います。ひとまずは2024年シーズンが終わったということで、マリナーズの皆様お疲れ様でした。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。